さあ、そしてようやくここでお声が聞けそうです。ニニさん、ご挨拶をお願いします。ニニさん、we get to hear your voice for the first time. Hello, I'm really happy to be here、in this city.For me, it was、the premiere too. I saw the first time the movie. And、thank you for this great opportunity.Something which you need to be open for. I think not everybody might like it, but those people who like it,、they are my friends. 皆さん、ちゃんと友達ですか I hope they're all friends. Can we take one photo of you guys? 皆さんの写真を Yes, before you leave. 撮らせてください。大丈夫ですか And the next time you can stand up. One more take. 立ち上がって。One, two, three, action!ありがとうございます。私どもは監督の富名哲也さん、そしてプロデューサーの畑中美奈さんです。まあ、夫婦で撮ってる当然映画なんで、まあ、スモールムービーなんで、まあ、ノンプロフェッショナルの役者の人も当然考えられた状況ではあるんですけど、まあ、いろんな人に見てもらいたいっていう、まあ、決めた時に、じゃあ一線で活躍されている方の役者の方にアプローチしようって話を二人で決めてなった時に、まあ小松さんと松田さんがいいんじゃないかって二人で最初に思って、でまあ彼女がアプローチしてくれて、そしたら解約してくれて、本当に小さい私たちのこの夫婦の雑誌に出ていただくには本当にとてもありがたい方々に出ていただいたので、でまたそして富名のまあ作品にすごく合っていたなって、完成したものを見て本当に感謝してるっていう、そんな感じです。はい、其实成个剧本筹备咗五年多，系喺香港一五一六年间有一系列嘅安老院、残疾院舍嘅一啲侦查报道，系好轰动嘅。咁我自己个感受都好深，所以就特登约咗啲。背後的記者出來去傾偈，了解他們當中的一些心路歷程和掙扎，就開始了整個劇本創作。那最後就是、我真的去了一些地方實地考察的，那就拿一個卧底的感覺了。导演，我对于那个，因为我本身也在学习英语，我对于那个名字很好奇。很多人会觉得一些惡的事會發生在黑夜裏面，但是其實惡的事是發生在很多時候發生在風和日麗的日頭上面、是很生活的，可能就在我們身邊。こんにちは。ノックルゴル監督고창監督です。네、저희한1년여동안정말열심히찍었습니다。저희땀과노력들이아마이스크린안에고스란히잘녹아들었을거라고생각을합니다。저희배우분들정말너무열심히했거든요。재밌게봐주셨으면감사하겠습니다。창監督すごいチャーミングな方なんでですね。現場ではもうビシッと自分のこういう絵を撮るんだっていう感じでね、ビシッとしてますが、ご飯とかをね食べに行くと、まあもう溢れんばかりのこのチャーミングさで、本当にたくさんの人数でアクションをするシーンがたくさんあるんですけれども、まあ、前田君をはじめ本当に他のキャストの皆様と体育館で1日5、6時間ぐらいね、みんなですごかったね、はい、練習を毎日毎日通って重ねてですかね、まあ、完璧すぎないところというか、まあ、その悪の組織に立ち向かうんですけど、そういったこうなんか不安定同士のこう張り巡らされたこう緊張感みたいなところがアクションにも乗っているんじゃないかなと思いながら演じさせていただいておりました。
まず僕の母親のお姉さんが矢口洋子という俳優で、一番美しくに主演した矢口洋子さん、そのご主人が黒澤明監督なので、黒澤明監督は僕の血のつながらないおじさんということで、はい、ですから才能的には何も受け継いでないんですが、うん、まあ、一緒に暮らしていたことがあって、はい、黒澤明はもちろん、ジョン・フォードと会った時、うん、ジョン・フォードは黒澤のことをその時はもうすでに知っていて、はい、アキーラーアキーラーと言って、なんかハグしてくれたり、もうシーンの侍の後でだったんですよ ね、はい、はい、これ馬早く走ってるっていうのを見せるのはどうやったらいいんですかって聞いたら、ジョン・フォードがシューって言って駒を落とせって言ったらしいんですよ。あ、島俊光さんでした、ありがとうございます。สวัสดีครับแบงค์ทิตินะครับผมก็เป็นแอคเตอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Red Life นะครับก็อยากจะถามความรู้สึกของคนที่อยู่ในโรงว่าหลังจากดูหนังจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบหนังเรื่องนี้กันไหมครับ はいバッチリですね。監督に質問なんですけど、シナリオをどうやって書いていったのかっていうことを伺いたいです。จริงๆเรื่องนี้ด้วยความที่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมครับก็เลยเราใช้วิธีในการที่เริ่มต้นด้วยการเขียนทรีทเมนต์ก่อนซึ่งทรีทเมนต์ก็คือเป็นทรีทเมนต์ที่ยาวประมาณ30หน้านะครับซึ่งเราใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีในการทำทรีทเมนต์เพราะว่าผมรู้สึกว่า subject เนี้ยมันค่อนข้างเล่าได้หลายวิธีเหมือนที่เมื่อกี้ถามว่าทำไมต้องเล่า2เส้นเรื่องใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันมีวิธีในการเล่าหลายแบบก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานเราสามารถเป็นตัวละครเต๋อได้อย่างเต็มที่แล้วก็ฟรีกับการแสดงของเรามากๆส่วนถ้าเกิดจะให้พูดถึงเรื่องฉากที่น่าจดจำเนี่ยน่าจะเป็นซีนที่ถ่ายบนรถเพราะว่าซีนนั้นเนี่ยมันต้องใช้อารมณ์เยอะมากแล้วก็รวมถึงอากาศในรถค่อนข้างน้อยเลยทำให้ผมเนี่ยเกือบคือเกิดอาการไฮเปอร์เกิดอาการเกร็งขึ้นจนทำให้ต้องโดนหามออกจากรถมาเพื่อมาให้ดมยาดมแล้วก็พักกองแป๊บนึงก่อนค่อยกลับไปถ่ายได้ครับあれ本当に川に落ちてないですよね。没没落か。他落、我恐怕没有站在这里。はい、レッドライフのお二人でした。どうもありがとうございました。渋谷のマークシティのあたりに昔、将棋軍人さんと。ガラクタを売ってるおもちゃ屋さんがあって、これが今思えば闇市の名残だと思うんですけど、その風景に不思議に深い何ですかね、原初的な自分のこのイメージがあって、そのイメージに耳を澄ませてこの映画を今作らなければと思って作りました。撮影したのが去年の夏休み中で、すごく暑かったんですが、みんなでアイスを食べたりしながら撮影してたのもすごく楽しかったです。やったね。ありがとうございます。ありがとうございました。まあずっとこう塚本さんを見てると、すごいこう細部にこだわりがある方なんだなっていうのがあって、それは照明一つにしてもそうですけど、ものすごいこう時間をかけてからシーンを撮るっていう。印象が常々あって。Another warm round of applause for our wonderful guests. Thank you. Please welcome the director and screenplay writer and editor, Mr. Parviz Shahbazi, and also the actor, Mr. Yasuna Miltamasbu. ولی واقعیتش اینه که من با یک جوونی صحبت میکردم توی جاده، ازش الکل گرفته بودم و به من گفت قراره منو شلاق بزنم. من فکر کردم از این میشه داستان ساخت. ایما ده تسکرار ترو ایگا تیونو ها یهاری گنجیتسو نو وکامونو نو سوگتا و ایگا کو تو گنباته تسکرت کتن دسنه. ですからこの映画を見ると、まあ普通の若者の生活の中では厳しい時があれば、まあちょっと自由を感じる時もあれば、まあハッピーなところに得意があれば、まあちょっといろんな問題が起きる時もあるんですし。آقای شهبازی در هیچ فیلمشون و در کلا به بازیگرشون، نه تنها بازیگر، به هیچ کسی فیلمنامه نمیدن تا روز آخر، یعنی کلا نمیدن. من
از روز اول تا روز آخر و نه پیش تولید پری پروداکشن اون فیلم رو نداشتم. Thank you very much. That's the end of the Q&A.声優キャストの皆様、岸監督にお越しいただきました。新垣さんと稲垣さんから今から見ていただく皆様に一言ずつ頂戴したいと思います。まずは新垣さんからよろしいでしょうか。 In closing, we'd like to have a few final words from Mr. Aragaki, Mrs. Aragaki and Mr. Inagaki. Thank you. 新垣です。あんまりこういう風に見てくださいということではなくて、何か皆さんの心にも届くものがあれば本当にそれが嬉しいしありがたいことだなと思っています。稲垣さんお願いいたします。はい、稲の垣の稲垣です。すいません、ふざけて。まあ、きっと最後にはね、本当皆さんに深い感動をお届けできる、とても素晴らしい作品に仕上がっていると思います。どうぞごゆっくりご覧ください。Okay, so you had the European where the war was really present with a lot of destruction like there. What is striking, of course the city is destroyed, but the tone is different. This is different because there is cruelty, there is hope also, and so that's a very, that was a missing piece of the world picture of that time.Because in the last shot you have a lot of boys, and it's true, the film is very warm. To me, it tells the line that starts from an individual and goes to a community, because even if all these people are alone, they gather, they stay together and they give a sense of a community. But the last shot with all the kids under the statue of Saigo, it's very sad. The complexity of the simplicity of his filmmaking,everything seems so simple, the frames are so precise and so, but at the end it's where it doesn't make many effects, chant contre chant. Thank you very much. Philippe Pochivache.今回のトニーとシェリーという2人のユニークなキャラクターのお話はどこから思いついたんでしょうか。Thank you for a question. You know, it was my first inspiration, first idea was story of my brother, my younger brother, because he has ginger hair, and when he was at basic school, he was bullied because of them.今回は人形アニメーションです、その人形アニメーションに進んでそこで作品を作っていこうと思ったその最初の動機あるいはきっかけというのを教えてください。 Puppets are very very magical for me, you know, because they are very unique. You never know if you have a, if it's toy or if it's artistic object, but always you can feel it, I think, very strongly that when you watch them, you feelsomething dramatical inside. That's why I am interested by puppets. Thank you again to director Philippe Pochivache, and thank you very much for joining us at this talk session.